皆さんこんにちは、小場翔です。今日はですね、朝寝起きってわけじゃないけど、ちょっと朝から仕事をしてまして、ちょっとね休憩というか、今動画をちょうどアップロードしてるんで、その待ち時間で雑談をさせていただこうかなと思っております。今日話したいのはですね、ちょっとチャンネルの運営方針を少しちょっと変えようと思っているっていうことと、あと皆さんに対するちょっとコメント返しの意味も含めて、今日はねいろいろ話をしたいと思います。で、最初にですね、大事なことから順に話そうと思うんですけれども、最初にですね、まずコメント欄についてでございます。キャスタイス TV はですね、チャンネルをスタートして約1年3ヶ月ぐらい、経つんですけれども、いただいたコメントに関しては、ほぼすべて目を、私が通しております。一部、ごく一部、インターンのね、メンバーに返信を任せたりとか、ちょっとね、こういうコメントが来ているから、こういうふうに返して差し上げてくださいということで、依頼をさせていただいたことが、過去何回かあったなという記憶はありますけれども、基本的にはですね、僕の方で、答えをさせていただいております。あと一回ね、トラブルで、間違ってじゃないんだけど、インターンのメンバーが、なんか勝手に返信したというものも一回ありました。はい。それは別に内容的に問題はないんですけれども、結構ね、コメントを返すということで、僕が昔こういうふうにコメントをしたとか、こういうふうにコメントを返したから、また別の動画で、前小林さんこう言ってましたけど、どうですかみたいなことを、聞いていただくことがあって、全然いいんですけれども、僕がね、要は知らないことをもし返してて、知らないところでこんなこと言ってましたよね、みたいな風に言われちゃうと、僕はその記憶がないから、最悪その視聴者さん、せっかく質問してくれた視聴者さんを攻撃はしないけど、なんかちょっと否定的に捉えちゃう可能性があるわけですよね。いや、僕そんなこと言ってないなっていう気持ちが出ちゃうから、この人多分勘違いしてるんだろうなっていうので返しちゃうから、そういうのを防ぐために今までは僕一人で全部返してまいりました。やはりね、二つのチャンネルを運営していると、今まで一つのチャンネルで、1日2本の動画を上げているよりも、合計のね、再生時間っていうのは、なんか長くなっているように感じます。単純に何かの動画が伸びているっていうこともあるとは思うんですけれども、ただやっぱり総合的に見て、いろんな方に見ていただけてるんだろうなという気はしていて、それはやってよかったなと思うんですけど、当然その分ね、見ていただく時間とか回数がなくなればなるほど、コメント欄も、だんだん盛んになって、ね、来ていただきまして、いろんなコメントに目を通さなければいけないということで、僕自身全てのコメントを、返すということが、すでに今の段階で、この動画を撮っている段階で、ちょっと難しくなってます。正直、この2日間、3日間ぐらい、すごいね、伸びている動画がありまして、そちらの動画にもね、結構コメント返信したりするので、少し睡眠時間を削っているんですけれども、当然ね、やっぱりいろんな面白い動画、ね、サメになる動画を見ていただきたいと思っているので、動画を作っているというのはあるので、そのあたりですね、僕の中でも、なるべくコメントには返したいという気持ちはあるんですけれども、ただやっぱり動画を出すということが一番大事であって、コメントを返すというのは、二次的なものだと僕は思っています。そのコメントにも、正直質があります。返したいなって思えるコメントもあれば、ただの悪口みたいなコメントもあって、その辺ね、当然平等に扱ってはいませんよ。そこはね、しっかりと見てくださってる方とか、本当に何か疑問を抱えていらっしゃるような気がする方とか、もしくは疑問を抱えている方でも、きちんと僕らが答えられるように質問をしてくれてるね、方とか、そういう方にやっぱり、ちゃんと返したいと思うんで、これからはですね、少しちょっとそのコメント欄についても、返さないコメントも出てくるよということを、まず一つお伝えしておきます。で、なるべく目は通したいと思うんですけど、やっぱり返すってなると、目を通すのが何倍かの時間がかかるので、ずっとね、睡眠時間短くやってられないし、もしね、この僕が睡眠時間を削っていくことで、何か他のね、そもそも、一応僕会社を経営しているので、そこに影響が出てしまったら、一番良くないですし、他の方にも迷惑をかけるので、それがないように、コントロールさせていただきたいと思います。あとは、そのコメント欄に関しても、一部、僕じゃない人間が返したりとか、するのをやろうかなと思っているので、サブチャンネルに関しては、多分当面、僕がまだ見ていくと思うんですけど、メインチャンネルに関しては、少し、
交代交代になるかもしれません。はい。で、特にそれはもう告知はしないんで、まあ、多分その日が来たらもうその日急に始まるというような感じになります。コメント欄に関して言うと、どんなコメントをね、返したくなるのかっていうと、やっぱりきちんと見て、疑問がね、わかりやすい、形できちんと書いていただけている方っていうのは、書きたいですし、あとは、やっぱりこう、賛同してくれたりとか、する方には、やはり、こちらこそありがとうっていうふうにね、気持ちを伝えたいというふうなものがあります。困るのは、返しようがない質問ですね。だ特にね、一番難しいのは、二つあるんですけど、まあ、前にもね、動画で言ったんですけど、どう思いますか系ですね。〇〇なんですけど、どうですかとか、どう思いますかとか。いや、わかんないよって話で、ね、何の視点で言ってほしいのね、とか、調べればわかること。〇〇大学の偏差値ってどれくらいですかみたいな質問してくださることはありがたいんだけども、でもそれを書いてる時間で、ね、Google の検索窓に入れれば、もっとわかりやすくね、数字出てきますから、まあ、ぜひそういうものを活用していただきたいと思ってます。あと一番困るのは、言葉警察みたいな、パトロールしてる人っていうのが、結構めんどくさくて、まあ動画でね、言うと、まあこの前大した動画で、まあ今すごい伸びてるのが、高学歴なのに明治時代の問題ね、余裕だと思って解いたらまさかみたいな、まさに、インターン全員ね、出動して撮った動画なんですけれども、すごい伸びていただいて、まあ僕らもやってみて楽しかったし、やっぱり高学歴っていう言葉は、もともと大学のことを示すことであって、ね、例えば中卒とか高卒とかと比べて大卒っていうのは高学歴だよということであって、別に東大だから高学歴とかね、京大だから高学歴、医学部だから高学歴ということではありませんよっていうコメントを、まあ、やっぱり必ずね、高学歴っていう言葉を使うと、来るんですよ、そういうコメントが。分かってます、そんなことは。申し訳ないですけど、高学歴という言葉を使うのはこれが初めてではないし、一応僕もね、アラサーで、まあ、30年近く生きてきてるんで、そういったことが分からないっていうことはないんです。視聴者さんによっては非常に優しく、こっそりね、動画面白かったです、うんぬんかんぬんうんぬんかんぬん、あ、でも小林さん、ちょっと高学歴って、実はこういう意味なんで、ちょっとチェックしておいてくださいみたいな、そういうこうもう、こっそり教えてくれようとする、なんて気遣いの、なんかできる方なんだろうっていう、そういうコメントもあって、まあそういう方には、あ、いやいや、これはですね、と、その、まあ、ご指摘ありがたいんですけど、意味も分かって、使ってるんですけど、その、まあ、最近ではね、週刊誌とか新聞とかでも、その、東大とかね、そういったもののことを、高学歴っていうふうに使うので、その、誤用と分かった上で、ただ、やっぱり分かりやすい表現として、もう、高学歴って使っちゃってますと。で、やっぱりその、高学歴の方が、例えば、検索とか、ね、SEO とか、まあ、そういったもので、まあ、分かりやすいですから、そういうふうに使ってますということと、あとはやっぱりその最近としてはですね、その概念として2つ高学歴っていうのがあって、やっぱりこう縦の高学歴、その中卒なのか高卒なのか大卒なのかっていう、そこでの学歴っていうのと、やっぱり横の学歴っていう考え方もすごい強くなってて、例えば大学の中でも偏差値高い低いがあって、まあそういうことを高学歴って呼んだりする場合も、その社会一般としてはありますからねっていうことを、まあ丁寧に伝えさせていただきたくなるんだけど、とりあえず、なんか言葉警察みたいにね、そんな言い方違うだろうみたいな。ね、東大卒なのに恥ずかしいと思わないのかみたいな、なんかそういうコメントとか来て、別にいいっすけど、なんとも思わないですけど、なんていうのかな、想像力が足りないんじゃないのとはちょっと思いますけどね。そういうことを書かれても、もうそれ返すのめんどくさいんで、もう放置しちゃうんですよ、どうしてもね。まあ、僕としてはですね、まあ、そういった、こう、めんどくさいコメントにはもしかしたら返さないかもよということでございます。めんどくさいコメントがね、嫌だとかではないんですけど、ね、コメントされない、ね、頃っていうのは僕長かったんで、去年の9月ぐらいに動画を始めて、3ヶ月か、そのぐらいはコメントついたことがなくて、毎日寂しい思いしてて、で、他の YouTuber さんとかのね、コメント欄とかにこんなコメントもらえたら嬉しいだろうななんて思ってやってたんで、今はやっぱ嬉しいんですよ、コメントいただいてね。全然もらえなかった頃を経験してるんで、だから仮にそういうちょっと批判コメントでも、もらえないよりも、全然ありがたいなとは思うんだけども、普段見てくださってる方とか、ね、参考にしてくださってる方が気持ちいい場所にしなきゃいけないわけですよね。だから何でもいいからコメントがね、増えればいいんだ。だから悪くしても何でも書いてくれみたいな、やっぱりこう、なんていうかな、動画とかね、そういうチャンネルだとやっぱり、そういうなんかイメージのチャンネルになっちゃうじゃないですか。だから、ちゃんとね、情報届けてますよっていうチャンネルになるように、チャンネルを整理していければなというふうに思っております。まあ、というわけでですね、まずはコメント欄のお話をさせていただいたんですけれども、あとはですね、ちょっともう一つお話がございまして、メインチャンネルの編集をですね、少しちょっと僕も担当するかもしれないということをご報告させていただきます。まあ、ちょっと考えた部分はあって、まあ、
今ねちょっと外注さんにその動画の編集をお願いしているのが多いんですけれども、ただやっぱり我々として企画の動画をね撮っていきたいという気持ちもあります。特に先ほども出てきたその明治時代のね、入試問題をやってみたっていう動画がすごい伸びて、僕らとしてもすごい楽しかったし、で僕らもすごい勉強になって楽しい気持ちになって、視聴者の方にもたくさん見ていただいて、ね、いい評価をいただけるのであれば、まあ、今後もねこういう活動をやってみたいと思ったんですけれども、まあ、ただやっぱりそうするといろんな企画を考えたりとか撮影をするってことで今まで以上に時間が取られるということになります。で時間が取られるだけだったら、まあ、まだいいんですけれども、その撮った動画をですね編集するときにやはり今までみたいにとりあえずちょっと間をカットしてカットしてカットして、でなんとなくこう BGM 字幕入れてエフェクト入れて終わりっていうわけにいかないんですよね。やっぱり構成を考えてそのどういう風に見せたら面白いかとかねあるわけですよ。で動画でも結構多分面白いポイントとして、その僕と川村くんが計算を間違えたところとか、あとはそのなんかこう第2問目でね栗崎くんと武田くんがまあ結構ガチの証明問題を解くんだけど、まあ、結構栗崎くん優秀なんでサラ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 って行くんだけど、ただそれだと面白くないから、ちょっと武田くんとのこうね、なんかこうやり取りとか撮ったりカメラワークとかでちょっと武田くんにすごい寄ったりして、まあ、ちょっとお笑いを演出できたらなみたいな、まあそれがどこまで皆さんにとって面白かったかわからないけど、結構コメント欄でもコメントいただけたんで、まあ、まあ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 通じてないということはないのかなみたいな感じなんですけど、ただやっぱりそういう編集をするのってやっぱりやってる人間だからここが面白いっていう風に分かる部分も多いと思っていて、まあ、だからこそ自分でちゃんと編集しないと面白いものって生まれないのかなって気も少ししてるんですよ。だからまあ毎日僕が編集するのは当然不可能だけれども、あのレベルのもの、ただまあ週に1本ぐらいだったら自分で編集していくっていうのもまあありなのかなと少し思っているということです。もちろんキャス STV にもねインターンのメンバーがいるので、僕がね一人で全部やるか分かんないし、彼らにも手伝ってもらうこともあるかもしれないんですけれども、ちょっとね何でもかんでも、メインチャンネルは外注さんね、サブチャンネルは外注さんプラス僕だけじゃなくて、もっとインターンのメンバーとか僕もね、参加して、まあ、いろんな動画作りを頑張っていければなというふうに思ってます。視聴者の皆さんは誰が編集したとかあんまり気にしてないと思うんですけど、一応僕の中では、まあ、しっかりとそこは今しておきたいなとは思ってて、まあね、どうしてもやっぱり結構厳しいのはやっぱりその僕がねどうしても中心的に見ていただけるね、僕まあ当然僕が発起人なんで、このチャンネルのねサブチャンネルも発起人なんで、まあ、当然僕に責任があるんですけれども、例えばインターンの方が持ってきてくれた企画でうーんっていう思っても、まあでもねやりたいという気持ちが強くて、まあじゃあやろうかということで、まあ、撮影した時にね、なんかなんで、ね、小林はこんな浅いテーマをね永遠とやってんだみたいなことをこう書かれるんですけど、いやそうじゃないんだよねっていう部分もあるんだけど、でもやっぱりそこって僕の責任になるじゃないですかね。それは当然僕が責任者だからだし、例えば編集で誤字脱字があってもやっぱり悪いのは僕なんですよね。だからそれは編集の方だったりとか、その編集を最終的にチェックしているなんか学生のねインターンの方とか、まあ、僕がチェックするようなんですけど、まあそういう学生の方が見逃したからそいつが悪いじゃなくて、でも結局それはもう僕が悪いわけですよね。まあ、なんだったらその結局会社でねやってるチャンネルだし、そこの経営者要は最終責任者は僕なので僕が悪いということになるんですよ。まあ、だからこそその自分が責任を持っている部分のこう現場感手触り感っていうのはこう失っちゃいけないのかなっていう気もしてて、まあ、だからその辺がねちょっとまあ難しいところなんですけどね。ただ何でもかんでも僕が現場作業をすればいいっていうとそういうわけでもなくて、もっとだから企画の方に力を入れた方がいいっていう気持ちもあって、まあ、その辺は少し今ね悩んでいるんですけれども、まあ、なるべくね皆さんにいいものを届けられればと思うので、まあぜひねこれからもご視聴いただければと思います。まあ、少しちょっとね、雑談長くなっちゃって申し訳ないんですけれども、この辺にしたいと思います。またですね、引き続き動画出していきますので、ぜひご覧ください。今日も最後までお付き合いできまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。